どんなに性能がいいものでも使い方間違えれば問題が起きますし、えー、どっちかというとそのアルプスそのものよりもアルプスを使っている東京電力の技術技能の方に懸念が覚えます。東電のの設備ののこ運用の仕方とかその うん、結束できる能力に関して疑問を持っているという感じですか。はい、東京電力の能力に対しては疑問を持っています。なぜでしょうか。アルプスという設備の中に、えー、まあいろんなその保守点検が必要な部品部品がいっぱいあるんですね。でそのうちの一つにあのフィルターがあるんですけど、当初そのフィルターをメンテナンスする期間 っっててていいうのが決まっていなくてえまあしばらく何年かしたんで東京電力が全部フィルターの点検を一回した時にフィルター1個2個ではなくてだいぶ数がいっぱいあるんですけどえほぼ全部壊れてたんですねフィルターがどういうことだっていうふうに聞いたら東京電力はあのまあ壊れたら交換するからいいんだっていう説明をしていたんですけど本来は壊れる前にメンテナンスの期間を決めて。 えー、壊れる前に交換していくべきではないのかっていうけど壊れているのが見つかったら直すような保守点検の仕方をしているから、まあ、それは問題ないというふうに東京電力は言うんですけどもしアルプス設備の中で例えばフィルターがうまく機能していないとか何かトラブルがあるときはすぐ分かりますか やっぱりすぐはわからないと思うんですよね。処理をしてで最終的に出てくる水をタンクに貯、えー、めてで、そのタンクの中の放射能を。まあ、そのはは測らないときちんと処分処理できたかどうかわからないわけですから、やはりそれも難しいですよね。確かに。あの今東京電力さんやっぱり事故を起こして。 その後もいろいろ問題があるので、信頼はかなり低くなっています。で、これ地域の住民もそこが外一番心配なんですよ。だからそこがあの担保できるかどうかっていうのが今後一番重要かなと思いますね。